シャノンどうした？さっきからそわそわしているようだが。あ、いえ、何でもありません。失礼しました。では頼むぞ。はい。姉さん、今日は大切なお客様がお越しになる日なんだよ。プライベートとは切り離すようにね。プライベートなんか知りません。